はい、皆さんこんにちは。ソアーツプラットフォームの酒井と申します。よろしくお願いします。本日は、ソアーツプラットフォームの新しい企画ということで、官僚のキャリアパスを考えるということで、新しいシリーズを始めたいと思っております。官民交流のあり方ですとか、リボルビングドア、それからあとはパブリックセクターどうあるべきかと、まあ、そういったことについて、まずは役所を辞めた方を中心にお話を伺いたいと思っております。私自身もですね、1995年に経済産業、噛みましたね。経済産業省に入りまして、2002年に退職。で、その後、私はビジネスの方に行ったんですけれども、やっぱり役所を辞めた人と交流をしていると、ビジネスの世界に行っても、やっぱりパブリックの思いとか、志を持ってらっしゃる方がいるということで、こういう人をどう活用していくのかっていうのは結構大きな課題じゃないかなというふうに思って、このシリーズを始めております。そういう中でですね、役所辞められた後も引き続きリーダーシップですとかパブリックセクターずっと携わられておられて、その後自治体さんですとか国会議員さんといろいろ支援されています、あの青山社中の代表の朝比奈さんに今日は来ていただいております。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、簡単にご紹介をさせていただきます。朝比奈さん1997年に経産省に入省で、在籍中の2003年に新しい霞が関を作る若手の会プロジェクト K というものを立ち上げられました。でその時に、霞が関改革案というものをまあ作られて、時の政治家に直訴するというようなこともやられております。でその後2010年11月に、日本再生を目指す株式会社青山社中を設立、筆頭代表に就任。でその後、政党や政治家の政策づくりをサポートするシンクタンク事業を開始、現在も議員の先生の政策アドバイザーや多くの地方自治体でアドバイザーをされていらっしゃいます。ということで大丈夫ですか？はい、もう二つ上の経産省先輩なんで、いえいえ、もう。当然これであっております。順番にというところで言うと、もう何百回もお話しされていると思うんですけど、はい、プロジェクト K って、どういう思いで活動されて、どういうことでスタートしたかっていうのをまず、教えていただきます。はい。ちょっと簡単に、思い、当時の申し上げたいと思うんですけど、今ご紹介いただいたように、平成9年、97年に、霞が関入りまして、当たり前なんですけどね、官僚って皆さん、やっぱりなんかこう、いい政策を作って日本を良くしたいと、こう思って入ってるわけですね。で、ところが、日々すごく忙しいんですけど、なんかあまり日本が良くなってる感じがしないと、頑張っているんだけど。で、突き詰めて言うと、やっぱりなかなかこう、ベリーベストな、本当にいい政策っていうのは作れてるのかと。より噛み砕いて言えば、ちゃんと調査をして、でいろんな案を比較検討して、これだっていうものを自信持ってね、商品としてお届けできてるのかと。こういうことを官僚として、胸に手を当てて問うた場合ですね。どうも、なんとなくこういろんな圧力とか、思いつきとか、幹部の、なんとなくの雰囲気で、もう慌てて、もうとにかく忙しいんで、やってるだけで、だからやっぱなかなか日本は良くならないんじゃないかなというところで、一言で言うと、よりいい政策をね、作るメカニズムを霞が関に入れるべく、改革した方がいいんじゃないかと。こういう思いで、当時研修とかで一緒だった同期なんかと議論しましてね。で、実名入りで、ただ批判するだけじゃなくて、具体的な改革案を出そうじゃないかと。こういうことで2年ぐらいいろいろ研究しまして、具体的には、その組織のあり方、特に縦割りがひどかったもんですから、司令塔ってことをどう考えるかってことを、いろいろ民間の事例とか諸外国の事例を見ながら、日本にふさわしい司令塔組織のあり方。で、あとは日本にふさわしい人事制度ですね。公務員制度。これについての具体案。そして、あと日々の業務フロー。これをどういうふうにしたらいいかという、こういう案。こういう案をまとめて出したと。実名入りで出版しちゃったと。こういう動きでございます。あれは、社内というか、経産省社内って言っちゃうんですけど、社内的にはどんな感じだったんですか？そうですね。案を出すまでは。何やっとんねんみたいな感じなんですか？そうですね。案を出すまでは、その辺心配だったんで、基本的にずっと水面下だったんですね。で、実名入りでも出版しちゃいました。あとは、正直ですね、2割ぐらいは、すごい、お前何やってんだという雰囲気でしたね。もう本業ちゃんと。ちゃんとやってたつもりなんですけど、かなりね、お前政治に出たいのかとか、結構いろんなことね、言われました。で、2割ぐらいは、かなり、いや、本当俺もそう思うと。で、いや、もうぜひ頑張ってくれっていう感じで。で、そうですね、残りの6割ぐらいは、なんとなく、
全然ヒヒっていうか、ね、うん、こんな感じでしたね。あ、まあまあ、じゃあ、いいはい、なるほど、なるほど。で、それ2003年、3、4ぐらいじゃないですか。そうですね、あのね、案をまとめたのが2005年ですね。5年か。の終わりぐらいですね。はいはい、ほぼ2006年に出版したんです。なるほど。はい、そっからその、青山社中までに空いてるじゃないですか。空いてます、ね。この間ってどういう思いだったのか。そうですね。これは案を出して、はい、やはりね、その案を実現させたいということで、はい、結構、その、まあ、霞が関で言うとね、まあ、社長が総理なわけですから、はいはいはい、社長に直訴しようじゃないですか。はいはいはい、当時、小泉政権なんですけど、はいはい。で、そういうところにかなり直訴しに行ったりですね。で、こう、案を実現するために、やっぱりこう、政党側、自民党側とか、いろいろこう、実現のために動きましたね。なるほど、なるほど。そしたら、まあ、当時、まあ、民主党にこう、変わりそうな雰囲気もある中で、まあ、民主党に変わって、はい、で、その頃にまた霞が関維新って本も出したり。ああ、ありましたね。はい、はい。で、まあ、当時のね、今、菅総理ですけど、はい、菅さんと、はいはいはい。だいぶやり合ったりとか。はい、はい。で、まあ、そういう実現に向けた動きっていうのかなり、うん、なるほど、はい、精力的にやってました。なるほど、なるほど。で、その、まあ、だからそういう意味で言うと、私みたいな小心者からすると、役所にいながら、そういう飛び道具的なことをやれるんだったら、はい、辞めずにそのままずっとやってればいいんじゃないかっていう思いもあるんですけど、はい、そこで辞めて、やっぱり、安倍社長を作んなきゃいけないんだと思った、その転機みたいなのは何なんですか。はい、これはですね、まあ、思いとしては2つありまして、1つは、まあ、霞が関の中で、今申し上げた組織を変えるとか、人事変えるとか、業務を変えるっていうのは、これは結構、その、やれることをやったなっていう感じと、で、まあ、ほっといても、もうそういう流れになるだろうと。で、実際、まあ、内閣人事局みたいなのが、その後できてきますし、私も、法案に関してはね、参考人で、答弁もね、させていただいたんですけど、うんうん、まあ、これやめてからですね。はいはいはい、はい。まあ、そういうもう、路線ができていて、はい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 、結構やりきったなっていう感じ。うんうん、これが一つ。で、もう一つの思いは、まあ、霞が関は確かに良くなっていくかもしれないと。少しずつね、今も、まあ、まだ厳しいですけど、いろんな働き方改革とか、いろいろ進み始めてますけど、まあ、よりいい政策を、まあ、EBPM とかね、さっき入り始めてますけど、ちゃんとエビデンスに基づいてね、政策作っていこうとかっていう感じになってるかもしれないけど、うん、やっぱり大事なのは日本を元気にしなきゃしょうがないよね、うんうんうん、で日本の根本的活性化って考えた時に、うん、やっぱり人材を元気にするとか、うんうんうん、こう政治家がですねこちらにこう政策を入れ込むシンクタンクが必要だとか、うんうんうん、いろんな問題意識が芽生えてきたんですね、はいはいはい、これは霞が関の中だと、うん、なかなかできないだろうということで、まあ、飛び出したっていうことですね。で本当の引き金は、うん、正直言うとやっぱ政治に誘われたんですよ。ああ、なるほど。で、政治に出ないから。まあね、多かったですよね。で、結構ね、そう、かなりでかかったんですけど、はいはいはい、まあ、当選したかどうかと思う。はいはいはい。ただ、その時に、やっぱりまあ、本当に優秀な警察署の先輩とか、霞が関先輩が、結構当時は民主党に行く人多かったんですけど、はいはいはい、自民民主を問わず、はい、いろいろ出てらっしゃるのに、うん、今僕が言ったような問題意識ってなかなか変わらないなっていうのがあって、やっぱり人材育成とか、政治家側のシンクタンクとか、で、地域の活性とかいろいろ考えると、これは政治家っていうポジションじゃない形で、やった方が、なるほど。まあ意味があるかもしれないし、面白いだろうなと思ったっていうのがありますね。なるほど。はい、なるほど。うん、確かに。やっぱり、難しいですね。やっぱりね、政治家になっちゃうと一議員になっちゃうから、なかなかそれどころじゃないみたいな話もありますよね。ね、なるほど。2010年ぐらいってもう結構同期辞めてたんでしたっけ？そうですね。まあ、5、6人辞めてましたね。はい。なんか、辞めるっていう反応、同期とか周りに聞いて、どんな感じだったんですか？そうですね。大体みんな反対しましたね。あ、でもそうなんだ。ほぼ反対してましたね。いつか辞めると思ったよとか、そういうんじゃない？いや、むしろね、その霞が関改革なんていうのは、中から変えるってずっと言ってたもんですから。なるほど。むしろ辞めないと思ってたとか、そのやってた仲間たちも、いや、まだ霞が関改革をね、道半ばなのに、何なんだとかですね。なるほど、なるほど。あと逆に、すごく可愛がっていただいた上司とか、仲間は、本当にそんなんで食ってけんのかとかね。ああ、そうそうそう。そういう、なんか、コンサル行くとか、はい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 。投資銀行行くっていう、大体当時同期やるとそういう感じで、より給料が上がる。まだその時もそうでした。そうですね。なるほど。なんとなく霞が関の辞めパターンって僕3段階あると思うんですけど、本当の昔は辞める方はね、大体政治に行くとか、親の事業を継ぐっていうパターン、はい、これが第1期 で、はい、で第2期が大体コンサルとかね、うんうん、投資銀行行くっていうパターンで、はい、最近で、ね、第3期でこうベンチャーとかね、そうですね、企業増えてきましたけど、はいはい、僕の時はまだ第2期の真っ最中 で、まだそうでね、大体留学行って帰ってくると、はいはい、ね、そういうこと言って、まあ、私たちの代ぐらいのせいで
あの、変な話、返金ね。そうそう、お金返さなきゃいけない制度できちゃったんですよ。それまでは、返さなくてよかったんですけど。あ、そっか、それぐらいか。そうなんですよ。なるほど、なるほど。ちょうど、だから同期とかが留学して帰ってくると、あれですね、自主的に返してるやつとかいました。ああ、まあ、そうそう、確かに。ちょうど合間ぐらいだとそうですよ、ね、はい。そういう時期です。はい。いや、その、まあ、まさにその今、第2期って話があって、私も第2期だと思うんですけど、はい、なので、私も辞めるときって、うん、まあ、先輩からはやっぱ食えるのかとか、まあ、なんなら法学部だから、お前食うに困ったら弁護士もう一回頑張れとか、そういう謎のアドバイスを受けたんですけども、なんか最近、なんか、うん、で、まあ今でも、その、まあそういう当時の先輩会うと、やっぱり最初に食えてんのかとか、うん、儲かってんのかとか、うん、儲かってんならおごれとか、それはなんか、うん、なんか給料とかビジネスとかそっち側の方に移行があった、はい、その今、はい、まさに第3期というか今の若い人って、うん、その、同じパブリックなことをやりたいんだけど、はい、役所を辞めますみたいな。うんうん、だから役所を辞めて NPO に行きますみたいな、うん、なんかそういう流れがあるような気がする。ありますね。その辺ってなんか、どういう変化が背景にあるとか、どういうふうに思われてるんですか？これはね、なんかね、正直な時代になったと思うんですね、一言で言うと、うんうん。で、どういうことかというと、昔のパブリックに来た人っていうのは、もちろんパブリックのやりがいもあるんだけど、やっぱりパブリックにいるとかね、その、まあ、端的に言うと官庁にいるとか、はい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 、ね、まあ、地域で言えば市役所にいるっていうのはステータスだったわけですよ。うん、まあ、なるほど、ね。その人からどう見られるかとか、その辺も金合わさったね。パブリックだったと思うんですよ、うんうんうん、でこれが今僕正直の時代って言ったのは、うんうん、正直に本当に何したいのっていうところを結構言うようになったと思うんですよね。だからまあ偉い偉くないみたいに言うとやっぱりその大きな省庁にいた方がいいんだけど、うんうん、むしろ地方の市役所に転職するとかね、うん、でそういうところで地方議員やるとか、はいはいはい、で全然国会議員は関心ないけど首長やりたいとか、昔はなんかねそのやっぱり首長やったと国会議員に行くとかね、そうです、なんかこう序列がねなんかそんな感じでしたけど、はいはい、むしろそっちの方がやりたいんだとか、結構そういう正直な時代になったっていうのがパブリックセクターのね、変化にも入ってるのかななんて気がしますよね。逆に、いや、まさに昔は、はい、その、東大で順位が高いと役所に行くみたいな制度があったのが、今はむしろパブリックをやりたい人が役所に行ってるんですかね。そうですね。より正直になってると思いますね。なるほど。なんか、その、辞めていくことについて、その、うん、まあ、この間、朝比奈さんも残業の話とかやってましたけど、はい、そう野党合同ヒアリングとか、うん、残業とか、働き方改革とか、はいはい、やっぱ、ああいうところで嫌気がさしてるみたいな話ってありそうですか？そうですね。そういう辞め方もありますよね。だからやっぱりそこで追い込まれて、やっぱこの生活はサステナブルじゃないという中で選択肢を探すときに、まあ、給料も下がるけど、生活もね、その時間的に豊かになるっていう選択肢を取るのか、うんうんまあ、同じように大変だけど、給料が何倍か上がる方をね、取るのかっていう。なるほど。なるほど。まあ、僕に言わせればちょっと後ろ向きな、やめ方がそれはあると。まあ、仕方ないしね、大事なことだと思うんですけど。はい。なるほど。なるほど。ありがとうございます。はい。この後引き続き、朝比奈さんへのインタビューを続けさせていただきます。この動画をご覧になられている方、もしおもしかったら、高評価のボタンを、それから、ソワチチャンネルへのチャンネル登録、よろしくお願いいたします。